皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、はいはい、前回から青山学院中等部の安藤昇先生にお越しいただいているんですけども、映像のプロによるオンライン授業、非常に楽しい取り組みですよね。はい、これまでの先生はこう板書をきれいに書くといったようなスキルがですね、求められるスキルだったわけなんですけれども、今後はですね、映像作りといったようなところがですね、先生にとって非常に大事なスキルになってくるので、まあ、そういったスキルをお持ちの先生は引く手あまたなんじゃないかなというふうに思います。そうですよね。また後編では青山学院中等部の最新のオンライン授業について実践をレポートしていただけそうですよ。はい、オンラインの授業といったものがですね、普及してきたので、そのオンライン授業だとか、あるいはこう映像のですね、制作配信といったようなこととか、すごく注目されていると思うので、ぜひ参考にしていただきたいですね。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、青山学院中等部の安藤昇先生。プレゼンタイトルはテクノロジーで教育を楽しくするです。安藤先生、お願いいたします。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、安藤です。後半ではこのオンライン授業で主体的対話的で深い学びはできるのというタイトルでお送りしたいと思います。で、今回ね、中等部での授業を見ていただきたいんですけど、マイクロソフトの Azure サーバー上に教育版マイクラのサーバーを立てて、でゲーム空間で生徒一人一人キャラクターを使って授業というのをやってみました。でちょうどコロナ禍と重なって、集まれ動物の森、これが第二期になって、こうキャラクターでもう共同でネット上で作業すると。で子どもたちは非常に、まあ、うちの子もそうなんですけど、そういうのに慣れてるんですね。でこれをオンラインで取り入れたら非常に授業が盛り上がるんじゃないかという試みをちょっとしてみたので、ご覧ください。グループにログインできない人いますか？でこれですが、それぞれのこのスペースね、これスペシャルチャットという、はい、まあ、アプリを使ってるんですけど、それぞれの場所に集まるとその周りだけで話ができるということで、グループ学習ができるツールです。でここで話し合った結果を、まあ、実際の自分がキャラクターになってこのバーチャル空間ですね、これを動き回って子どもたちで、まあ、作業すると。でこの作業というのは、まあ、SDGs のこのね、17の目標をいかにこうマイクラの世界で達成するかということで、まあ、課題を持ってやってるんですけど、これがね非常にスムーズにいって、このサーバー立っておいたら授業外でも夜中まで、まあ、学生がね活動していろんなこう作品を作ったりね、問題解決をするというようなことをやっていました。で非常にこれ成果の出た、まあ、一つの事例だと思っています。で、まあ、自分はこのテクノロジーを駆使すれば主体的で対話的で深い学びは実現できるなというようなことを非常に、まあ、実感できまして、でこれからの、まあ、教員心がけること、もう自分もこのコロナ禍でオンライン授業をいろいろこうやった結果、まあ、自分でも本当に学んだことなんですけど、まあ、こんなことを心がけるといいんじゃないかというのをちょっとまとめてみたいと思います。でこれからの先生はオンラインで授業ができて当たり前の時代が来るなと。で非常にそう実感できたのは、まあ、学生も非常にオンラインを喜んでくれて、またいい授業をしているところにたくさん生徒が集まるんですよね。でもう本当に先生も評価される時代になっているので、まあ、自ら率先して配信していい授業を配信すると、そういうスキルが非常に必要だなというふうに感じました。で、まあ、これから、まあ、オンライン授業を取り組みにあたって、これからの時代を生きる教員として、まあ、どういうところを心がければいいかということで、まず一つ目として、普段からオンライン授業を意識した対面授業をするということが必要だなと。でハイブリッド型ですとオンラインの先、それから教室同時にやるんですけど、今自分がまあやっていることはこれ実際の授業の様子なんですけど、まあ、前のプロジェクター見てもらえば分かるんですけど、僕が画面に映ってるんですよ。で学生はパソコンを見ながら作業をしているんですが、
まあ、これオンラインの先でも同じ環境がこれでできていると。でさっきあった後ろに自分が最初見せた自分の後ろ背景にコメントが流れるあのコメントスクリーンって機能なんですけど、あれで質問するとあのオンラインでもそれからあのリアルのこの対面の生徒でも誰がどういう質問をしているかというのが分かるようになります。まあ、こんなふうに普段からあのコロナ禍以降は変えました。であとこれが非常に難しいところなんですけど、対面授業じゃなければダメだと。確かに、まあ、実習だとか、まあ、様々なね、まあ、授業形態でオンラインに向かないものはあります。ただもう対面じゃなくてはダメだよというマインドをやっぱ大きくシフトチェンジしないとなかなかこれからの時代に対応できないのかなというふうに考えています。はい、そして完全にオンラインにシフトした時の教育設計ということで、まあ、こういう3つのことを常に考えてやるといいかと思います。で特にオンラインになって学習成果の評価方法、これが今までのこの丸バツ式のテストだと全く役に立たないというか、まあ、これだとあの学生はね 100% こうカンニングというかね回答を見るんですよ。あとは教え合ったりとか LINE で教え合ったりとか、これはもう当たり前だと思って学習成果を評価しなくちゃいけないということで、本当に大学の英語入試的なねいうような、学習の成果方法ですね、これが必要じゃないかなと感じました。まあ、先生の負担がすごく大変なんですが、この評価は、まあ、その分、まあ、正当にね、まあ、生徒をトータルに評価できるというふうに、思います。そしてこの2つ目なんですけど、ネオデジタルネイティブ世代を意識した教育設計ということで、今のこの学生たちは、まあ、ツイッターとかねハッシュタグで検索をしたり SNS とかシェアクラウドが大好きな、まあ、使いこなす世代なんですよね。でこういう子たちはあまりこうなんていうかな、他の回答を見るとか他の回答をシェアするとかに罪悪感ないんです。ですからこういう子たちに対応した、まあ、教育設計をする、カリキュラム設計をする、テストを作るということが非常に大事なのかなと。でこの、まあ、進化系として AI を使いこなす、まあ、クラウド上のこのビッグデータを、まあ、効率よく AI に判断させてその結果を活用するというような子どもたちに対応するような、まあ、授業設計がこれから重要じゃないかなというふうに考えます。そしてこの3つ目ですね、これが一番大事かもしれません。オンラインだと誰でも授業を見れるので、まあ、安藤先生に教わりたいという生徒がたくさん出てくるんですよ。でこの時に、まあ、授業にまあ自信がないというか、まあ、そういう先生は妬みとか嫉妬が非常に多いので、これを気にしない鈍感力がまあ大事なのかなというふうに考えます。であの教育っていうのは今まで横並びだったんですよね。あの NHK の番組のギフテッドで、まあ、こういう言葉を言ったんですけど、かけっこは得意な人は早く走っちゃダメと言われないのに、勉強はなぜ横並びなのということなんです。でこれ学生にも言えるんですけど、まあ、先生でもこういうことは言えると思うんですよね。授業は得意な人はそれを特化してオンラインでやればいいと、その面白い授業、そういう分かりやすい授業を生徒が聞けばいいということで、まあ、これからは生徒が先生を選ぶ時代だと思います。でオンラインの学校でこう学べると、そういう時代が来ました。で先日発表されたんですけど、 N 高校が S 高校って作ったんですよね。この確かオンラインの学校っていうのは定員が2万人は超えられないような枠があって、で今年このコロナ禍の影響もあって N 校が1万5000人ということで、もう来年度は確実にその枠を超えるということは新しい学校が出てきたので、もうこういうようなオンラインでもうスーパー講師がね教えれば、まあ、あの済むような時代が間もなく、来ようとしています。で良いこの動画コンテンツですね、これはまあ非常に、まあ、自分にとってもいい結果を見ますし、教員の資産になります。で自分これ iTeachers 前の、まあ、放送を見てもらえば分かるんですけど、言葉の合間にとかが多かったんですよ。
良い動画コンテンツをとかこういうの多かったんですけど、今回はそれがなかなかないと思うんですよ。そういうところはないと思うんですけど、これは自分の動画を配信することによってその癖をこの5年間かけて直したんですよね。まあ、そういうような、まあ、聞きやすい授業を構成できるようになると思います。でまた教員の資産になるんですけど、まあ、こういういいコンテンツね、まあ、著作権には当然、まあ、気を使わないといけないんですけど、まあ、このように、まあ、自分の授業コンテンツですね、これを YouTube に上げることによってたくさんの人がね見てくれます。それによって、まあ、YouTube なんかだとチャンネル登録者が、1000人以上、それから1年間の再生数が4000時間以上だと勝手にこの広告収入が入るような仕組みもあるんですよね。そうすると、まあ、将来的に例えば教員をやってる間はなかなか、まあ、副収入というのは認められないんですけど、まあ、リタイアした後ね、自分がこういう資産でたくさんの登録者やそれから動画を上げてくると、まあ、こういう収益化すると、まあ、莫大なお金が、まあ、年金代わりと入っているということも夢ではありません。はい、で最後にこれまとめとして、これからの時代は今密が非常に問題視されてますけど、まあ、3の時代ですね、まあ、個が非常に注目される時代になってくると思います。この組織ではなくね、優れた個性に人気が集まる時代になってくるんではないかと思いますので、これからも教員としてのスキルを磨いていきたいと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。スクールエージェント株式会社の田中です。本日はオンライン教育に改革をもたらす ATEM Mini の活用講座を行いたいと思っております。まず授業者の皆さんはもちろんご実感されていると思いますが、オンライン授業が抱える問題ってありますよね。普段の授業だったらできることもなかなかこううまくいかないというシーンで、私たちはどういう工夫をすることができるのでしょうか。画面上でしか生徒さんに訴えることができない場合、まあ、一方向なのでうまくいかないですよね。そして画面を切り替えたり、通信の不良だったり、なかなかこう普段大事にしているテンポを実現できない、そんな先生もいらっしゃるのではないでしょうか。また生徒さんの手元の反応、こちらも不透明になっていますよね。このあたりの課題をしっかりと解決することができれば、きっとオンライン授業もぐっと温度感のあるものに変わるはずです。本日はその一つの解決法をお持ちしました。こちらは私の家で実際にオンライン授業をしている風景の様子です。真ん中に見えますのが ATEM Mini Pro というスイッチャーでございます。こちらが何かというと、簡単に言えば映像を切り替えたり音声を切り替えたりする機械だと思ってください。図のような形で全てスイッチャーに接続がされています。こちらの中で実際に授業者はモニターを見ながら自分の授業をすることができたり、子どもたちの様子を見ながら授業をすることができますし、またパソコンだけじゃなくて手元でいろんな資料を見せたり、自分がホワイトボードを書いたりすることができるようになります。例えばこちらを見てください。こちらは一例ですけれども、 iPad Pro、そして Apple Pencil を用いて Google の Jam ボードを使った遠隔授業をしています。ご覧の通り、かなり紙に近い質感で書くことができます。数学の担当なんですけれども、立体の切断なんかもですね、きれいに図で示すことができます。さらに子どもたちにこのホワイトボードを共有することができますので、子どもたち自らの式を私が添削するということも遠隔で実現します。他にもアイデア出しのツールとして20人規模でブレインストーミングを行ったりすることにも向いています。このようなことを使うと、式典や行事、公開授業、入試広報にも活用ができる、そんなデュアル化する教育現場のイベントに最適なツールとなっております。本日はオンライン授業に改革をもたらす ATEM Mini の使い方講座をお送りしました。ありがとうございました。はい、
ということで2週にわたりまして青山学院中等部の安藤昇先生のお話をお伺いしたいと思います。いかがでしたか。はい、安藤先生5年ぶりなんですけど、いい意味で変わらないですよね。ご自身でテクノロジーをこう学びにフル活用するというですね、しかもそれを楽しんでるってところがまさしくタイトル通りだなと思いました。本当そうですよね。今日のお話の中で、いくつかオンライン授業 ICT 活用のポイントありましたけども、一番大事なのは同感力って言ってたのが印象的でしたね。はい、周りの先生からいろいろ言われるっていうのは、この番組見ている方もいろいろいらっしゃるからあったりもするんだろうと思うんですけど、安藤先生のすごいところはそういったものを笑顔でですね、巻き込んでやってってしまうというところがさすがだなと思いました、ぜひ我々も同感力大事にしていきたいですね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.